すみ、よしよし。もうママ1豆。ん？重かったの？ああ、それに気づけてんならいいよ。ただ違うんだから、そこについたのか、ついたのかどうかわかんない。なるほど。いや、やっていくうちにね、わかるわ。かじられたと思ったら吸盤だ。ま、前よりなんか強いぞ。ベールの、いいでしょ？で、落下するでしょ？で、その辺に行ってるじゃん。吸でしょ？それが、あ、この、あ、大丈夫、大丈夫、しますね。あ、この後、今、ダランでしょ？それも完全にベタ付きしたから、もう、結構うまくいってる。もう、この糸の立ち方が、落ちてないでしょ。あと、ただもここからゆったりイメージ、上げるときはこんな感じで上げて、そのときは自然方向で、この繰り返しでいくの。あとはたまに上げるとき、ゆっくり上げて、なんか重い感じたらちょっとポンって合わせてあげて。さすが。ゆっくりゆっくりゆっくり。ゆっくりゆっくり。ゆっくりおお、ママ今んとこ取ってるよ。お、ママでかくないこれ。重かった。でけえじゃん。ああ、やっぱこの緑だ。あれ、さっきの時の緑がこっちに来た。すごい。まあ、やっぱこの緑だ。緑の金色。おお。ママ上手じゃん。やべ、シーン。ママ慣れてきたら、深夜、ママの時代になる。マジで？うん、うん。まんま。ちょっと待って、ママ自分でやってみるか。あ、そうか。まっすぐ。あ？あれ、なんかママついてるっぽいの。違う？シーン、ママみたく重りつけるか。明らかにシーン、ママその方がいいんじゃない？これその方がいいと思う。大体結構底付近で、うん、シーンや、底付近で大体当たってるって。ママみたくそこすぐ取れるように重りにするか。その方がいいと。うん、その方がなんか超過伸びそうな気がしてきたな。じゃあ 1g をつけてよ。これでいいんじゃね。何してんの、足からせんの。さゆりも消えたらしいぞ。どうよ、違った、絡んでるわけですよ。いいなよ、うん、お、もうかかったぞ、どうせ。おー、いいね。まだバシバシするな。あれ、シーやさっきだ。お、いい当たりだし、これ、ついたぞ。糸張って、もう当たり来たら合わせる。一回ガンと合わせて、ちょっとポジションずらしてみる。ついてる？どうだ？どうだ？お、ハゼ？あー、ハゼでしょ。おー、でかいね。おー、でけえじゃん。どうして？お、ダブル。いいじゃん。これぐらいのサイズ。お、20あるじゃん。20あるよ。よいしょ。
でかいでしょ。マジか。ちょい。マジか。ちょっと届く？届く。お、危ねえこれ。スレスレじゃん。ほら、触手。離れそうだった。へえ。ああ、分かった。うわー、ほほほー。あ、うん、お、来た。来た。あ、外れたかも。ああ。いや、ついて。え？パパさ、一匹も釣ってないよ。うん、うん、時間帯じゃねえか。周りも今釣れてねえし。おお。さあ、早速、ダイソー。これさ、ほんと、ドボンすげえだろ。え？ぶっちぎれて。え？いや、この、ジョイント部分とかさ、ドボンすげえだろ。さあ、ダイソー着水。着水式。このままドボンしたら釣れる。今日の超過ゼロになる。わかねえな。なかなか怖えな、これ。チャプチャプしてる。チャプチャプ。結構怖え。結構な重量になってる。怖いね。なんかこのさ、ジョイント部分のこのプラスチックの部分怖いんだよな。こう、怖くね？プラスチックじゃなくて。もう盗んだ方がいいのかね、直で。よし、じゃあ、立ててみて。合わせて巻いていいよ。合わせて巻いていいよ。でかくてもいい。ん？ついてんじゃん、風。あ、ついてんじゃん。ん？あ、でかい。はい、でかい。普通のサイズ。